こんにちは、水井です。本日は紙面連動企画、週刊朝野の連動企画ですね。最近の朝野第3弾いきましょう。ポーチプロ野球チャンネル。はい、第2弾の前回はね、まあ試合の打席での対応という部分で、まあいろいろと本人の中で課題が出てました。まあ、打率も1割台まで落ちちゃってましたが、ここに来てようやく本人の中でね、兆しが出てまして。まあ直球を待ってて変化球を崩されるとか、まあ変化球を待っていたら、まあ力んでバットの軌道がおかしくなったりとか、まあ浅野選手らしくない状況で、まあプロの壁なんですかね。で、いましたが、ここに来てミートポイントを修正して、本人、ポイントを前にしすぎていて、体も突っ込んでしまっていた。リバッティング。まあ、軽く打ってますが、じっくりとボールを呼び込むことを意識していて、これによってね、低めのボール球も振らなくなってきましたと、手応えあるようです。で、最近やってませんでしたけど、左打席、まあ、左右のバランスもあったりと、すぐに左でね、実戦に行くわけじゃないんですが、皆さんなんかこれ誰かに似てると思いません？もう僕の中ではパッと見森友哉選手。右打席はこうやってすり足で基本に忠実に、さっきも言いましたが、じっくりと呼び込むことをね、意識してボールの見極めも変わってきたそうです。4月19日イースタンリーグ楽天戦、初回にね、ライト前、4回にレフト前、失投を逃さず捉えています。この右足の上げ方、もう完全森友哉選手真似しているのか。この形真似してるのか、自然だったらこうなってるのか分かりませんけども、激似ですね。浅野選手、やっと良くなってきましたと、ほっとした表情です。ちなみにね、この日4月25日ジャイアンツ球場でのイースタンリーグ DeNA 戦は4打数1安打でした。まあ、サードへの内野安打1本でね。まあ、1本出たので、前に着実には進んでいます。新岡監督、今は打率とかの数字よりも、試合に出場して何を感じるかが一番大事ですと。浅野も試合での経験をもとにして、次はこうやってみたいです。と、下半身の使い方やタイミングなどを意欲的に相談してきています。今はたくさん試していくことで、失敗も成功もすべて財産になるので、積極的な姿勢を後押しできればと思いますと言ってます。確かにね、よく新岡監督と浅野選手話すところが見られますが、ね、浅野選手が次はこうやってみたいですと、言ってるそうなんでね、野球センス抜群の浅野選手、自分の中で地道にね、課題をクリアしてってるんでしょう。もうね、練習の合間を見てこうやってフリーバッティングの生きた球を追いかけてます。高橋由伸さんがね、よく言ってました。ノックの球を受けるよりも、由伸さんもフリー打撃で選手が実際に打った球を追いかける。やっぱノックの球と生きた球全然違う、ね、そこで打球の判断とか
まあ、いろんなものを養えるとおっしゃってましたんで、まさに由伸流。ちなみに新岡監督ね、浅野選手以外で菊田選手のことを絶賛してますね。ここまで主に三塁で20試合に出場して打率3割3分3厘、まあ、今はそれ以上いってるかな、まあ、春季キャンプ後から構えやバットの角度を変えたことで無駄な動きが少なくなって、まあ、いいポイントで打つことができるようになっていますと。まあ、年下の中山選手がね、一軍で頑張ってますし、なんとか自分も一軍に明るいたいという意識を持ってやってくれていますと。はい。でした。先日お届けしました、ロペス投手、魔改造最終章でね、右膝の付近に陽性ギプスをつけて、右膝が折れないようにやってますが、今日はね、変化球を確認してます。特にこの持ち球スライダー、まるでフォークのように落ちるスライダー、いい角度でいいキレでした。はい、間もなくです。お待ちください。そして堀田健伸投手、こちらもね、つい最近の動画では遠投120メートルという、もうちょっと信じられないような強肩を見せてましたが、5月中の実戦復帰に向けて、シャドウピッチングをやってるんですが、これなんですかね。はい、ちょっと調べておきます。特殊機能なのか。最後、萩尾選手。丸選手がね、怪我した時にね、まあ、一軍に合流しましたが、まあそのまま昇格にはならず、待機しております。巨人2軍は現在13勝7敗1分け、単独首位。菊田選手、広岡選手、萩尾選手、打撃10決に入るなどね、いつでも一軍行けます。ありがとうございました。